そう、今日もねこの洋服初めて着たの。前に言ってた韓国のネットショップで買った服。あのさ、白いお洋服あるじゃないですか、オフショルにもなる、それの黒版みたいな感じ。かわいい、早く着たいな。着てるけど、着て外に出たい。そう、フリフリになってる。今日はね、ハッピーちゃんいるの安心。かわいい。え、なにこれ、画面がハートとかわいいがフォーフォーしてるすごい、初めて見た。で、ん、白いクマのアバターさん、野々垣さんのアバターさん、きりみちゃん、ハートたくさんと、かわいい、ありがとうございます。かわいいよ。昨日もね、こうやってハッピーさんいてくれたらよかったんだけど、ハッピーさんにも自分のね、なんかルーティーン、ルーティーンじゃないか、その日によって違うからねかわいい。なんか今日さ、私前髪も薄いし、いつもより、で黒い服着て、なんかメイクがすごい濃く見える、なんか強い女みたいな感じがする。嫌だねアイラインがいつもより濃いのかな。いいターン。かわいい。いいターン。ハッピーターン。はずんざまりしなくなって、してるの、まだしてるの。多分一生治らんと思う。前病院行った時、治す方法を教えてくれなかったからないってことなんだよね。だってもう喉が変形してるって言ってたからさ、かわいそう。ピーターンまだ、え、まだ深寝入りしてないよ。ピーターン、かわいい、嬉しい。あ、そう、今首を取ってるんですよ。だから何にも、ほら、境目がないから面白いの、違和感、かわいい。そう、たまに外してあげないとね、やっぱりなんかすっごい毛だらけコントロールしなきゃ。ハッピーターン、おじいちゃん、本当に。なんか確かにここさ、リボンの部分ちょっと伸びるからつけられそう。私も毛やばい、めちゃめちゃ抜けてるやん。あ、なんかやばやめよそう、家猫だからあんまね、首はしなくてもいいんだけど、いざとなった時だよね。いつどうなるかわからんから脱走しちゃった時とかね、チョーカーみたい今日黒い服だから合う、意外に。そう、チョーカーはしない私。なんかチョーカーが一時期すごい流行ってた時期あったじゃないですか。なんかね、可愛いってあんまり自分の中で思えなくて、つけられなかった。恥ずかしいしか思わなくて、自分にも似合わないって思ってたから。流行ってたよね、すごい。そうだよ、確かにゴスルリ感やばい。やだ、似合わんスコティッシュのアバターさん似合う。
ウニアバターさん、モテオ、メロンパンのアバターさん、男の子のアバターさん、ハト、ガロウさん、ウマ、ありがとうございます。確かにナヤン似合うね。ナヤン黒のかっこいい系の服をたくさん着てるからめちゃめちゃ似合う。かわいいよねナヤンって本当に。本当に。そう、今日はね、紛らわせたね。いや、違うことを考えるためにのも理由あったんですけど、久しぶりに大富豪をやりました。1時間だけだけど、お昼の1時に。結構遠目の方とね当たったの、そう、2、3回同じ方とね当たったりしたけど、結構ときめきからめちゃめちゃランクアップしてる人いっぱいいた。嬉しい。今日もやろうかな。配信早く終わるし、まだこんな時間。9時からじゃあやります、大富豪。9時から必ず1時間もやってるから10時まではやります。あれですよ、3と8のつく分数でやります。9時もね、そう、9時からやるのでハート貯めてください。今から、そうよ、サイヤタイム。おお、そう、ゴールデンウィークタイム。ボーナスタイムでもいいんだけどね。あ、かわいい、ほんとにかわいい。肩乗りはどう頑張ってもできないの。そう、昨日はね、配信終わってからお母さんに電話して1時間半くらい喋りました。お母さんと久しぶりに、もう声聞いた瞬間よね、私やばかった。でその後すぐに笑顔になったよ。でお母さんと切る直前にお父さんから着信があって、お母さんの電話終わった後、お父さんと電話しました。お父さんね、休暇してくれてた方がいて。やっぱまた最後はね、カブトムシの話しましたよ。カブトムシ、そう、別々で。ピータンの頭かわいい。かわいい。ずっと見てられる、本当に。完璧に元気になったわけじゃないけど、まあいろいろね、お父さんお母さんからアドバイスもらって、話聞いてもらって、自分なりにこれから変えていこうかなって思います。でも配信15分は変わらず続ける。そうよ、ハピタン、ハピタン爆睡するよ。やっぱアイライン濃いな今日。ピータンかわいいね。かわいい、そう、服は新しいの、かわいいの、ちょっと立てないけど。
相談相手がで村山だって、私にじゃあお話ししてください。いつでも待ってます。さあや、はいはい、なんか弱々しい、はいだね。そう、今日今さテレビ見たら初めてのお使いやってるねえ。やってるね。なんかお菓子総選挙やってる。うわ見たい、どっちも見たい。初めてのお使いってもうさ、私いつからかすごい感動するようになっちゃったんですよ。涙もろくなって、そう今日もねキラキラ。ハッピーターン、こんばんは、こんばんは。ハッピーさんね、癒し効果やっぱすごいわ、ハッピーターン。お菓子総選挙、お菓子食べたいね。お菓子は今クッキー編、あそうなの、今初めてのお使いだ。CM だった。確かにキラキラつけすぎる。あー確かに、私も多いのかな、直接見たらすごい多くないと思われそう。お使いした思い出、私お使い全然したことないんだよな。したことないの、ちっちゃい頃だから、もし自分がね親になった時やらせたい。ハッピーさんが初めてのお使いして帰ってこれるのだろうか、絶対帰ってこないし、まずね外歩かない。かわいい、かわいい子には旅をさせるだっけ言うけど、ハッピーさんはね違う、ダメなの。かわいい、保護されそう。確かにすぐハッピーターン抱っこされちゃいそう。ダメだね、ハッピーターン、ハッピーターン起きない、全然。かわいい、ちゃちゃくんも戻ってこない。ちゃちゃ戻ってこないな、ボールも持ってこないもん。ちゃちゃくんもな、一人で走ってっちゃうから。確かにな、今お使いさせるって怖い、確かに怖いな。乙女ちゃんは連れ去られちゃう絶対、優しすぎるからあの子は。人間大好きだからな乙女ちゃんは。ルナちゃんは一人で生きていっちゃうと思う、一回外出たら。シーちゃんもそうだね。でも可愛すぎて逆にね頑張って捕まえる人がいるかもしれない、ルナちゃんは。さよお使いできるか、できるよ、できるよ。むしろもうさ、私お買い物一人がいいんですよ。相手のことをすごい気遣いすぎて自分の見たいものを見れないし回れないし、時間気にしちゃう、すごい。そうよ、猫もいろんな性格してる、面白い。一人がいいね、かわいい、ハッピーターン。そっか、お買い物とお使いは違うのか、お使い頼まれてきたものを買うんだよね。
すごい昔のかなこれ。ハーフの子かわいい。本当だ。15分経った今日で476。ありがとうございます。ダメだ、やっぱお腹空いちゃうから、なんか食べよう、さっき食べたのに。ダメよ。いた。よし、終わりにします。ハッピーターン、かわいい。一緒に寝よう。頑張って寝よう、ハッピーと一緒に。ランキング見ます。38、うさぎの着ぐるみを着たアバターさん1位。くすみのアバターさん2位、うさぎのアバターさん3位、野間垣さんのアバターさん4位、スコティッシュのアバターさん5位、キリミちゃん6位、白猫のアバターさん7位、猫のアバターさん8位、リスのアバターさん9位、岡田メイクさんのアバターさん10位、白猫のアバターさん11位、茶色の猫のアバターさん12位、猫のアバターさん13位、ガローさん。皆さんありがとうございました。かわいい。ダメだ、かわいいよピーター。あ、ちょっとお顔が今汚いな。皆さんありがとうございました。お顔が汚かった。ありがとうございました。また明日も15分ですが見てくれるかな。そして9時から38違うサーヤタイムで大富豪をやるので、ぜひ一緒にやりましょう。9時3分からだね。はーい、ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。